こんにちは、いろどりです。今回はこちらの写真立てにお花をデコレーションしていきます。お花はピンクとブルーで2パターン作っていきます。写真立てはこちらを使います。 L 版が入る木製のフォトフレームです。上にガラスが留められるようになっています。写真を挟むガラスが2枚入っています。フレームにガラスを2枚入れて、こちらで支えて飾るようになっています。こちらを使ってデコレーションしていきます。飾りにこちらのオーガンジーのリボンを使います。一つ目はブルーを作ります。材料を紹介します。青いお花が入っているマットを一つ、2輪入っているフリルローズ、白とクリーム色が入っているローズ、ピックになっているマムを一つ、こちらの4点を使います。ガラスが傷つかないように中に紙を入れて保護しながら作っていきます。こちらのデザインは縦長にして下にお花を入れていきます。最初にマットを切り分けておきます。両端をカット、両端をカットしました。こちらは切り離しておきます。こちらは様子を見ながら使おうと思うので、まずは一つずつにしておいて、こちらは2個ついている状態にしておきます。先ほどカットしたマットの両端を入れていきます。青いお花が内側で、長いお花が外に来るようにします。全部中に入れてしまわずに少し斜めにして、葉っぱがフレームの外に出るような感じで留めていきます。反対側も同じく、青いお花を内側にして、長いお花を外にします。少し外に出るような感じで留めていきます。2箇所接着できました。斜めにして、フレームより少し出てくるように入っています。次にこちらを入れていきます。葉っぱは茎から外して、葉っぱの部分だけ使います。こちらはフレームの上に留めていきます。マムは
短めに使っていきます。マムを低めに入れました。少し斜めに出てくるように入れています。次はこちらを入れていきます。一輪は正面を向くような感じで、もう一輪は上の方を向くように入れていきます。あとは残っている花材で整えていきます。こちらはすべて小分けにして使っていきます。こちらの長いものはフレームの上に留めていきます。空間が目立つところにこちらのバラを入れていきます。こちらは下を外してお花だけで入れていきます。接着剤が目立つところなどに葉っぱを小分けにして入れていきます。次はピンクを作ります。材料を紹介します。まずは白とピンクの小花が可愛いマットを一つ。ピンクの花は3種類。二輪入りのローズ。白とピンクが2輪ずつ入っている小さいローズ。こちらもピンクと白が入っている小さいマム。こちらはローズと同じ色でした。あとはオーガンジーが入っている白のハイドレンジア、こちらの5点を使います。こちらのデザインは横にして、お花は上に乗せていきます。まずはこちらをカットします。長く使えるようにカットしていきます。余分な部分を切り落とします。細長く使えるようにカットしました。こちらで使っていきます。まずはこちらを上に乗せていきます。まっすぐではなく少し斜めになるように接着していきます。
少し斜めにして前傾するように入れました。こちらにも葉っぱが欲しいので少しカットしてこちらに入れていきます。こちら側に葉っぱを足しました。次はハイドレンジアを入れていきます。4つついていたので最初に3つ使っていきます。1つは最後に残しておきます。後ろ側を埋めていきます。茎が長いので出っ張っている部分はカットします。後ろに3箇所入れました。次はこちらの大きめサイズのバラを真ん中に入れていきます。こちらは土台を外してお花の部分だけ使います。マットの葉っぱの部分に接着しました。こちらもマットの上に留めています。次に小さいローズのピンクを両端に入れていきます。あとは残りの花材で全体を整えていきます。全体的に入ってきたら、後ろの方の接着剤が目立つところを隠していきます。短くカットして使います。回しながら全体的に埋めていきます。写真立て
完成しました。こちらの縦長はお花があふれるように入っています。こちらはお花を前傾にさせて斜めに入っています。フレームの縁に透けるような感じでオーガンジーのリボンを入れました。今回はガラスが透けるようにメッセージカードを入れましたが、写真が入るとこんな感じで華やかになります。今回は写真立てを2つデコレーションしました。お花の入れ方で写真の見え方も変わってきますね。お好みのスタイルで楽しんでみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。